だからほら、それをそんな風に、ああ頑張って育ててきた甲斐があったなみたいな、そんな風に思いました、ね、でそれをね、またの会社の仲いい子に話したら、それ言えるってすごいことだよって、普通なかなか思っても親に言えないでしょって言われたので、なんかいい子だねって褒めてもらって、うん、それがちょっと私にね、ここ直近で起きた大きなプレゼントというか贈り物だなって思いました。そんな話です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次の曲、そんな、今の話と絡めてプレゼントっていうね、贈り物、ザ・ギフトっていう曲です。知ってますか？血の涙ですね、はい、はい、ザ・ギフト、これもスタンダードシャツなんですけど、一人いない子も大丈夫かな電話しに、はい、じゃあお願いします。ザ・ギフト、
ありがとうございます。では最後の曲です。早いでしょ。もう早いのが売りなんで。飽きさせないのっていうね。本当？本当早いのが売りなんですよ。いや、そうですね。そっちなんですけど。はい、じゃあ。はい、じゃあフライミーティーダムはい、知ってますか、知ってますか、上の段あれ、ね、弾けば弾けばかりね、弾けばかりねはい、でははい、フライミーティーダムです、お願いします。あれすごくすごい。
お待たせいたしました。では、マイワン&オンリーラブというのを歌いたいと思います。お願いします。 Love.